あ、豊さんこんばんは、ありがとうございます。早い、即来たね。こんばんは。あ、みんな早い、ありがとうございます。こんばんは。ジョンファーさんもこんばんは。ゆういちさんもこんばんは、ありがとうございます。おお、テレビ見たよって。テレビ？何のテレビだ。こんばんは、ジョンファン、ジョナブンさんもこんばんは。フレッチングさんもこんばんは。なんだ？何のテレビだ。あ、今日命の歌の日だ。だよね。違う？トニーさん、ヒデチグさんこんばんは。ということだよね。命の歌ってことだよね。違う？命の歌？お、当たってた。命の歌、ありがとうございました、みさん。どうでした？全国放送はまだですね。中四国、広島とか、その辺はしてるのかな。あ、七沢おしさんもこんばんは。ゆうさんもこんばんは。とめさんもこんばんは。関東民の見れない、全国放送ありますんで、その時までお待ちください。TM 三駅さん、久しぶりな感じ。キャップじゃない、これニット帽です。初見です。ありがとう、マリーナさん。あ、違う気がする、初段さん。初段、あれだ、初見詐欺だな。水さん、こんばんは。めぐみさんもこんばんは。ありがとうございます。イベント来てくださったみたいで。さやてぃさんもこんばんは。イケメンですか？ありがとうございます。今日です。今日は中四国だけかな。なんか、その辺の地域だけの放送ですかね。キャブーさんと仲いいんだ、ユウさん。出勤です、こんばんは。ありがとうございます。塗りギターさんも出勤詐欺だ。イッシーさん、こんばんは。今日いつもより可愛くいい。可愛くないってこと？お、ひろたつさんもありがとうございます。あちゃん、こんばんはって。ちいちゃんも、こんばんは。はよ見たい。フラペチーノさん、ありがとう。キヨニーさんも、こんばんは。今日もお疲れ様で、ありがとうございます。部屋の中でも帽子、ちょっと今あれだ、踊ったから髪の毛ボサボサなんだよねって感じ。何気に初見だよ、めぐみさん、ありがとうございます。6歳児のママさんなの。今日見に来た、ありがとう。そう、18日に全国放送です。今日も安定の可愛さ、ありがとうございます。ニット暑くないよ、命の歌見たよって。 ありがとうございます、みなみ、ありがとう。いや、そんなに痩せてないですサイピョンさん、広島の握手行って、ありがとうございます。じゃあ次の握手会もお待ちしております。抹茶さん、こんばんは。テテスさんも初めてじゃないね。お、ゆぴちゃんのママさん、公開収録でもありがとうございます。久々にニット帽な感じ、好きです、好きです、好きです。ありがとう、大阪まで握手我慢。あー、じゃあ9月だね。ありがとうございます、お待ちしてます。あ、出てました、命の歌、ありがたいことに出させていただいて。こんばんは、扉が多いですね。確かに、まあこんな感じだよ、そんなもん、そんなもん。明後日握手会行くから、ありがとうございます、お待ちしてます。親父さん、こんばんは。明日、明後日、明日握手、ありがとうございます、お待ちしております。やったぜ。アニュさんも、こんばんは。友達さんも、あ、そもそもさん、ありがとうございます。ちょっと失礼。仕事終わってからあずさんの配信楽しみ、ありがとうございます。東京？何の東京？
安吉女子だからまとめ画像作ってると言ったのにまともなやつ2枚しかない。やば、全く染めてない。あ、一回ブリーチしてあれしてたんで黒染めしたんですけど、もうだいぶ落ちてきた感じかな。言うほど落ちてないけど。こんばんは、また来てる、ありがとうございます。哲夫さん、岡山からこんばんは。あ、ナルベンさん、だるまありがとうございます。だるまドゥーンだ。あ、ティフの話、そういうことか、ありがとうございます。昨日会いに行きゃいかったわ、来てください。来ました、ありがとう中村様。ドゥーン、あきらさんこんばんは。朝押すヒックどっち教えて、俺の仕事の話。押すゆうさん、だるまドゥーンありがとうございます。車掌さん頑張ってください、ありがとうございました。そう、昨日は 3部あったのかな、3部ありだって、支配してるのか、やったぜ。あさって何話す、あさって握手会でってこと、何話そう。あ、花束ドゥン、ありがとう。名前つはしさん、記憶力どうだろう、普通、言うほど。ユミリン話に、あー全然、来て来て、ユミリンの話しようよ。今日も蒸し暑かった、本当はそれそれ。握手会行きたいけど9月までお預けで。神田デールさんありがとうございます、お待ちしてます。握手会のテンション高いかな、普通だと思うけど。話すネタが何々的になさそう、どういうこと、ここ、こう、ホデランにコウタさん、何言ってんのか分かんない、星で分かんないや、星になってる。いえ、地メイクです。星は絶望的です、どういうこと、玉の山でイノシシ12頭出た、やば、今日も可愛いな、ありがとう。あ、本当ですか、めぐみさん、よかった、子供様、え、当たってた方かな、違う、違うか、熱くない、これてててさん、服装が楽しみ、 どっちの意味で、ももらさんが、兄さんこんばんは、姉さんだわ、メイク配信とかしないの、あ、メイク変えたんです。このめっちゃ前にしたメイク配信の時よりメイク変えました、なのに時間もかかります。東京暑かったんだ、さっちゃん、いい、やば、今日はボランティア行った、メイク配信してほしい、あ、スイカドゥーンでありがとうございます、メイク配信、じゃあ明日の朝しようかな、朝、明日の朝します、とかこうやって簡単に決めたらまたよくしないからって言われちゃうけど、ぜひします。好きなスポーツはバレーボールです、まだ1段しかしてない、次はでもね、一つのカメラライダーに特定してしようと思ってるから、
明日の朝書かな、仕留めたいな。めっちゃ仕留めたい。ありがとうエッグさん、アイスドゥン、あ、逆さまだから面白いわ。そうでもない、今年まだ一回も刺されてないかも。命の歌見てくださった方ありがとうございます。あ、スイカドゥン来た、ありがとう。カホゴのカホコ見てる、元気です。カは今年まだ見てない。あ、確かに私見たわ、お父さんが車に乗った時に見た。あ、カいるわみたいな、カいた、そこで初めて。カはまだ今年見てないって。もうさっきの虫どこ行ったんだろう。カかな、なんか声聞こえる、知らない、声聞こえないけど。おしゃれさんこんばんは。コンクラは撮ってみてます。本通りのタワレコに私がいるの。それな、私の写真見た？やばかったよねあれ、汗やばくなかった？モデルプレスさんがこう載せてくれてた、やばかったよね、あのやばくなかった？汗やばかったよね、あの汗はひどかった。仕方ないよね、だって暑いんだもん。今さっきの虫ほんとどこ行ったんだろう、ムカつく、やだな。あの、あれ、汗はやばかった。何でしょう。リオさん覚えてますよ。ハートドゥーンありがとう。当たりが出ませんね。おねがいせんべい。
とんがりコーンよね。もう変わるか。花部さんこんばんは。何大手まんじゅうって、あ、岡山のか。おにぎりせんべい知らない人いるんだ。あ、近所のスーパーなかった、あのきのこの山配信のやつ、きのこマウンテン。てんてんててんてんてん、わかる、飲み物欲しくなる、知ってるし。今日まだ全然食べてないんです。キノコマウンテンなかったんだ。桃ボール食べたことない。桃ボール、お菓子食べるときはジュース派、お茶。あ、なんと今日それです、かけ味噌味のあれだよ、シャーベットなんだけどね。うん、そうなんだ。もうこれ以上食べないから。キノコのやつないんだやっぱり。ドゥーン、ありがとう、ドゥーン。女子サッカーで集まったの？サッカーしてたんだ。サッカー、私の友達もサッカーしてた。女の子はなんかめっちゃ可愛かった、あのああいうの巻いてなんていうの、あの分かる、ひもみちょうのやつ。隠れて食べてるっていうか、袋のあれが見えたらダメかなと思ってるだけ。ラクロスとかかっこいい、プリキュアじゃん。岡山はサッカーは盛んじゃないの。うん、どうだろう。でもファジアーヌがあるからね。ニット帽、あちちゃんこんばんは。こうさんお久しぶりです、ありがとうございます。そうそう、プリキュアでやってて、ユノゴーベル、あー、あるもんね、わかるわかる。東京に来るのは何回目だろう、わかんない、結構行ってると思う。ユノゴある、ユノゴーベルある。見せるところであずさ推しのファンが買って盛り上がる。岡山はサッカー盛んやろ。七入る前東京行ったことあるよ。はじめさんこんばんは。
サッカーのポジションは RHF ってどこ？どこポジそれ？こんばんは抹茶さん。そうそうそう。なんだったかな。今ネイルしてる？してたら見たいな。意味でもフットでも。ああ全然しない。料理とか作るからあれなんだよね。してたら邪魔じゃない？質問コーナー答えれる範囲でならいいよ。イエーイ質問コーナー答えれる範囲でかっこみたいな。 RSB ってどこだ。こんばんは。はるくさんこんばんは。料理します。ああ右エプロン。エプロンはしないな。右サイドバック。ほほミッドフィールダーはわかる。一番の得意料理はそぼろ。おしゃれする時のポイントってどこ。シンプルすぎない。どっかをどっか派手にするみたいな。今一番したいことは体鍛えたいわ。めっちゃあのバッキバキに。次のくしかない服決めました。そうそうそぼろ、鶏肉のそぼろです。そう質問コーナーしてる。答えれる範囲だけど。こんばんは。アリオさん前も来てくれた気がする。好きなお菓子はあとキノコの山 とコンソメダブルパンチ。腹筋何回できますか。100は全然いける。ツアーの特徴ありがとうございます。あれに書いとこ。好きな漫画は午前0時にキスしに来てよと、あと360度までリアルとかな。君の隣で青春中とか。質問キノコの山美味しいよね。わかる。リボン派仲良し派。あー両方でも仲良し買ってた。ゼロキス好き。生まれ変わったら何になりたい。犬。桜餅は葉っぱは食べない。麺類何が好き。ラーメン。好きなアイドルは、好きなアイドルは私は元 AKB48 のシドノマリコさんと HKT48 の村重杏奈さんと、あと NGT48 の田野彩香さんです。彩香里さんですね。どうしようだ。好きなマリオキャラクターはキノピオ。ハートありがとう。ハートドゥーン誰だよ。あやかにさん。カレーに福神漬けは必須必須だわ。マリコ様大好き。自分の好きなとこ下まぶた涙袋と、最近なんか笑った時になんかここに線入るんだよね。こうロボットみたいでよくない？
タコ料理といえば島ついのタコ飯。カレーに卵かけません。ラッキョウは食べません。てか食べたくない。新漬け系辛くない。甘いよ甘い。ロボット、ゾロボットみたいな。称号上からさ、サディスティックじゃない。初見です、ありがとう。ガーディさん、ラーメン普通、硬すぎず柔らかすぎず。お祭り行ったら焼きそばと綿菓子とかき氷は食べます。コンサート行ったことあります。コンサートがあれだね、劇場はあります。カレーは辛口食べるかな。辛口です。ベトコンラーメンは行ったことないけど、あれでしょ、めっちゃあれだよ、唐揚げやばいよね、ベトコンの。愛の踏み絵みたいってことが。岡山イオンの店で何が一番好き。チャオパニック。かき氷のシロップ何味が好き。いちごに練乳めっちゃかける。花火大会まで行ってないです。兄弟は2人、私含め。おもちゃ王国行ったことある、めっちゃ昔だけど。ツアーの絵の意気込みをどうぞ。そうですね、行ったことない県に行けるんで、本当に私たちのことを知らない方にも広めていきたいですし、本当世代問わず、やっぱりこう、あ、地元に来るんだってこうなったらさ、やっぱおじいちゃんおばあちゃんも知ってくれるんじゃないかなっていう、その年齢層を広めに見てくださるんではないかと思っておりますので、少しでも私たちのことを知ってくれてる方が増えたらいいなと思ってます。スタバで飲むものは、マッチクリームフラペチーノ、上のクリーム抜きで。初めて来ました、ありがとう。あ、ハートドゥーン、ありがとうございます。おお、ハートドゥーンがやばい、ありがとう、嬉しい。いい心がけ。クリーム、うん、生クリーム嫌い。アルサが好き、 ありがとう、普通に嬉しい。スタバの注文かなり慣れてない。なんかあのサイズが分かんなくない。なんか難しくない。ラージとかレギュラーとかショートみたいな。ココイチで好きなのは普通の辛さのカレーね、上にとんかつ。あ、アルティマさん13日会いに来てくださるって言ってました、ありがとうございます。ダルビマドゥーン、ありがとう。チャンミさん、マクド派、マック派、マック。マックで好きなのはポテト。チャンミさん、ダルマドゥーン、ありがとうございます。抹茶クリームフラペチーノってことですね。12日初めて会いに行くよ、緊張する、ありがとうございます、嬉しい、待ってます。13日の握手会、夜こちらこそよろしくお願いします。アルティマは最初から大好き、ありがとうございます。好きな服のブランドはハレ、マウジ、エモダ、スライ。最近エモダ着なくなっちゃったけどかな。よくハレを着ます。あ、今回の握手会もそうですね。慣れ慣れしく話しかけてくださいよっみたいな。マウジ似合いそう。あ、でもスライ晴れが多い感じかな最近は。スカイツリー行ったことあります。修学旅行で登りました。ミスドで好きなドーナツは、オールドチョコファッション、チョコオールドファッションか。シャレオってどこ。ハレ私も好き、一緒じゃん、やばい、可愛いよね、ハレ好き、私もよく着る、ほんとよく着るわ。ゆいちさん、だるまありがとう。好きなコンビニはローソンとか、全部好きだけど、なんかローソンだったらこれが好きみたいな、いっぱいある。セブンだったらこれが好きとかめっちゃあるわ、全部好きだわ。コンビニが好き、それはある。なんかさ、岡山にミニストップなくて、ミニストップ作ってほしいわ。KFC といえば何を想像する。ケンタッキーフライドチキン、
STU 入る前東京方面に行ったことあります。 EXILE の映画まだ見れてない。8月5日からだもんね。見れてない。一番好きな季節は秋。最近あ冬だ、ごめん、冬冬。ミニストップわかんない、嘘だ、調べて。ミニストップなんかね、デザートがすごいいい感じなんだと思う。夢の国のアトラクションで何が好き？と、王国の方だったら、島の方だったら、あれです。スプラッシュとか、スプラッシュ、あの三大マウンテンが好きで、で、海の方だったら海の方だったらあれが好きだな。何だったっけあれ？インディ・ジョーンズと、あとレイジング・スピリッツとタワー・オブ・テラーと好き。今何食べたい？肉、米、米と肉ととんかつソースが食べたいぜ。好きなキャラクターですか？あの夢の国のねは、あの某あれです、あのじゃがいもです、じゃがいも、あのね、おもちゃの話に出てくるあのじゃがいも。いいね、ドゥーン、ありがとう。誰かはいないんだよ、あれ多分ね、キャリーバッグだと思う。私オムライスめっちゃ上手、本当に。お姉ちゃんがオムライス作ってたじゃない、好きだから作ってたよ。あ、そう、ポテト頭みたいなやつの名前。ありがとうハート、ありがとうワッカーさん。うん、そぼろが得意だって。なんかオムライスって普通じゃん。オムライス以外だったら普通に。コツ教えて。チキンじゃなくてウインナーですること。ユニバのキャラだったら何が好き？あ、でもエルモの大きいのかぶってた。あのまた友達と行った時にリューチェルさんみたいな格好して行った。原宿系みたいなんで頭にあのかぶって行った。イエーイっつって。H さんありがとう。だるまドゥーン。お菓子作りしない、私グラム測るの嫌いだから。友達というか先輩が来てくださってました。夜更かし派、割と夜更かしするかな。ナムチャフさん、だるまどんありがとうございます。高いところめっちゃ好き、フライングダイナソーとかもだから大好き。目がかゆい、知らない。コンタクト取ったら。やめるからおやすみ、おやすみ。あれだろう、あれであれ見るんだろう、カホゴのカホゴだろう、絶対そうだな。あ、今日じゃないか、あれか、カンナさんか。今日は困ってるくん、あれなんだよ、下まぶた。富士急行きたいけど行ったことないです。海外の国はどこ？行ってみたい。ハワイ、昨日か。カンナさん、ジェットコースター好きなの？大好きです。天使じゃないです。ヤメさんと仲良くしてますか？いや本当に優しいので本当にありがたい。釣ってください。うるるるるるつって、本当の釣り。
ワンコが好き。ワンコを飼うならフレンチブルドッグかパグ。名前はコタロウ。絶対に。それか、なんか普通にアンパンマン好きだったらチーズってつけたい。午後の紅茶ミルクティー。それか仮面ライダーの名前つけるかも。カズリンさんありがとう。ドゥーン。なんかコテツとかがいい。乃木坂さんのおしめはアシュさんと星野みなみさんですね。ガイムって書いてピルクルハミルミルカ。俺ワンちゃんの仕事してるよ。いいな。ポメラニアンも欲しい。ポメラニアン好き。いとこの家で飼ってたよね。アシュシュアシュシュアシュシュシュ。わかります。アイドル好きです。あれもハロプロさんとかも好きでした。ナウ好きですけど。実家です。戦隊は好き。大好き戦隊はね。何が一番見たかな。最近で言うと特急ジャーとかめっちゃ見てたかな。キューレンジャーはあんまり見れてないです。コーギーかわいいね。階段降りるのがボンボンボンってな感じ。好きな多趣味なのかもしれない。多趣味っていうかアニメとかが好きだからかな。それはある。なんか寒い。死ぬんちゃうか思うぐらい寒かった。セトラットシープドッグ。豪快じゃ見ました。アンジュルムいいね。わかる。スカートが短い。真剣じゃとか。ああ見た。ハリケンジャーとかめっちゃ見た。アバレンジャーとか、あとはマジレンジャーも見てた。20度だった。やばくない？死んじゃうんちゃう？ポーゼって次な。ポーゼって名前つけんな。私歌えるわ。マジレンジャーの歌はめっちゃ好きだったから。あの世代多分ちょうど私の小学校のあのいい感じの世代だったからめっちゃしてたわ。ごっこ的なやつ。アバレンジャー見た。アバーバーでしょ。なんか高校3年生の時めっちゃマジレンジャーの曲にハマったわ。めっちゃ歌った。夢はある。あるよ。だって人間だもの。趣味が男の子。そうかな。そうそう。マジレンジャーなんか流行った。めっちゃ私の中でだけどめっちゃ歌ってた勝手に。ゴレンジャー知ってます。いっちゃん最初の辺のやつじゃない。あ、ドゥーンありがとうございます。仮面ライダー派だった。プリキュアはね、その最初の2人はプリキュアとかは見てた。
わあ、ありがとう、ナルベンさん。誰も、また虫が来た気がしたの。マジか。めっちゃやだ。書かな。今何時？書かな。めっちゃ嫌。しかも一匹だから余計嫌なんだよね。20分ね。オッケー。ありがとう。あ、ナルベンじゃなかった。ナベルンか。デヘペロ。虫だけに無視できないぐらい嫌。めっちゃ嫌。手大きいです。このぐらいですね。あ、スイカドンありがとうございます。誰が鼻眼鏡やねん。初見ありがとう、たっくんさん。めっちゃ嫌。めっちゃムカつくわ。腹立つ。倒したい。私もめっちゃムカつくわ。めっちゃ早いんだけど、超俊敏なんだけど。めっちゃ寄ってこないかな。寄ってきた。出てきたね。仕留めたい。めっちゃムカつくわ。マジムカつく。無理。本気無理。気になる。めっちゃムカつくよな。わかる。腹立つわ。どこ？ムカつく。仕留めた。夜寝れないね。マジどこ行ったんだ。来た、これ。来た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 わ。来た、来ました。もう私の仕事は今日は終わりました。イエーイ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 。マジ嬉しいわ今の。ほんま嬉しい。イエーイ。皆さんのおかげで顔撃退することができました。ありがとうございます。そう、目の上とか刺されたら最悪じゃん。うわ、今鳥肌立ったわ。快眠です、これで。イエーイって付け根にいたから。体は柔らかいです。あり、まあ普通。ありがとう。顔をしとめたお祝いですか、ゆうさん。ありがとうございます。
ドゥン。一回じゃ撃退できなかった。めっちゃ撃退したから、めっちゃ嬉しいわ。シャーリー、岡山暑い。そうでもない、まあ、夜だから。朝とかの方が、朝とか昼間やばい。明日はテストなんで頑張って。最高だぜ。明日は朝メイク配信しますね。じゃあバー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 、前屈やって。今日はしません。ゴキブリは出たことがあんまりないので分かんないんですけど、多分無理だと思います。めっちゃ好き、ありがとう。何時頃だろう、9時とか9時とかその辺、9時9時9時半9時10時の間かな。見に来てくれるかな。はい、ありがとうございます。よかったね。メイク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 、ありがとう。さすがに朝5時はちょっと厳しい。キャッチフレーズあります。あ、どう忘れしちゃったわ。嘘嘘岡山から黒船来航、あなたの心に抵抗します。あーちゃんこと藤原あつさです。イエーイ。あ、ありがとう。花束。名前八橋さん。花束ドゥーン。そう、朝からダンス配信とかすごいよね。元気だわ。年の差を感じる。ゆいちさん、ありがとう。だるまドゥーン。服装はどっかでワンピース着ます。イエーイ。アイスありがとう。逆さまに映るからマジ面白いわ。アイス完全に停泊された。しゃあ、めっちゃ今一番したいこと変えます。髪の毛切りたい。それかめっちゃロングにビヨーンってなるか。めっちゃ切りたい、このぐらいまで。ベリーショート。おお、ありがとう。髪切りたい。今一番の願いは髪の毛を切ることです。早く髪の毛切りたいですね。早く早く、本当に早く、本当に早く髪の毛が切りたいです。あ、でもね、あれだった、短くしてた、この辺めっちゃバリカンでやられてたわ。伸ばしたいけどって感じ。本当に切りたい。切るか伸ばすかどっちかしたい。私仮面ライダーに出るのはどんな役で出たいか。超強い敵役。超強い、超強い、超強い敵役で出たい。超本当に強い敵、もう最後まで死なないけど最終ちょっと危ういなみたいな役がいい。変身はしたいんだけど、悪者でもいい。てか悪者がしてみたい。ラスボスの
召使いみたいな、あのメディック的な、なんかちょっとお強いわみたいな、たまらん、ああいうのいいな。でも変身したい、女の仮面ライダーが一番したいな、一番、うん、今は二番目かな。似てますか、エミリーさんに。ありがとうございます、嬉しい、ありがたい。全然もうメスともございませんですね。クロニクルじゃん、やば。さくっちさんこんばんは。ラスボスと挨拶するわ、笑った。コルルンさん初見です、ありがとうございます。はじめましてこんばんは、鈴木さんありがとうございます。あ、ルームフォローありがとうございます、嬉しい。そう、私の目標は3000人、今のところ超えたら超えたでまた目標を見つけます。あさちゃんいい、ありがとう。みずちゃんさんこんばんは、わろた、わろためっちゃ言うわ最近。マイブームはなんだろうな、マイブーム、マイブームはスイカよく食べる、マイブーム、マイブームか、なんだろう、マイブームはいつ何時もダイエットだわ。帽子暑くないですよ、部屋がなんか意味わからないぐらい涼しいんで。安住のレンヌに隣にいたらおこもう完全フル無視しますよ、誰だ誰だってなっちゃうかも。眠くない、眠さ 0% だな今は。まだ後からしっかり食べる派、時間があればしっかり食べます。朝すぐ起きて歯磨きして顔洗って食べる感じ。 SD で同い年のメンバーは、あ、肉派です。SD で同い年は福田あかりちゃんとみなみんと石田みなみちゃんとパルトと4人かな、だったかな、そのぐらいだった気がします。あとトロブちゃん、トロブちゃんもだ。天気良かった？なんか微妙じゃなかった？雨降りそうだちじゃん。寝起きいいの。寝起きおっしゃーっていう。ユミリンは一個上。歳は。推しが増えて困るのですが、私を推してくれたらいいのじゃないでしょうか。ペヘペロ。私の性格さっぱりじゃないよ。私ねちっこいよ割と。わろたわろた。千葉猛暑だったんだ。ルンルンさん初見です、眠いーって、寝ないでまだ。カノンも全然押してください、私のカノンちゃんですけどね和菓子好き。ユミリのタックル、あ、すごいな、何ユミリのタックル使うの、寝そう、A 型だからね、わかる。一体は今日左の手の肩から下にかけて全部が痛い。歯磨いた？歯磨くよそりゃ。DD は許せます。その中に私も入っていれば。ナルベンさん、ナベルンさんだった。ナベルンさん。だるまドゥーン、ありがとうございます。すごい青で染まってるわ今、やばあ、めっちゃ青で染まってる。高校の卒業旅行は、あ、行った行った、
アズリの私のレンヌ踊ってたら笑うわそれ。私が二押しどういうことだ、一押しにしてくれとか言って、みんな D じゃないんですか、わりかし私もそうですし、実際自分が青で染まってる。ありがとうございます、ドゥン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 って感じだね、ありがとう。デヘペロ、あ、それも使うかも。タン押しありがとう、嬉しい。同率で全然いいんです、ありがとうございます。あーちゃんは JD うまい。スマイルさんありがとう、師匠ありがとうございます。 ST 色の、あ、確かに ST 色のだるまだわ、さすが ST はいい子だらけです、本当に優しい子ばっかなんでね。トモヤさんあーちゃんしか見えない、今さっき DD とか言ってたのに笑った。まあ、スーさんさん30番目とか言ってるけど、まあこうやってショールーム見に来てくれるってことは、まあもうちょっと上かもしれないってことを期待しておくので、ありがとうございます。フリーズはしてない花火大会行ってないよ。ありがとう南、一番やでって書いてる。高弘さんありがとう、かわいい。あ、たかちゃんさんありがとうございます、ありがとう。なかなかなんか、あ、ST では一番って言ってくれる人が少ないけど、ありがとう、嬉しいです私短期、あ、短期めっちゃ短期、短期短期短期というかせっかちなんだよね多分。めっちゃせっかち、なんかトロイとイライラしてくるうんってなっちゃう。一目惚れありがとう。 1.1 まで誰がいるんだ、 1.0 番は。せっかちでねじ越え、めっちゃせっかち、せっかち、超せっかち。なんか10分前行動したいんだよね個人的に。もうだからイライラしちゃう、あの歩くの遅いのとかめっちゃイライラしちゃう、早く歩いてって思っちゃう。目の前にこう遅く歩いてる人がいるとちょっとイライラしちゃう。めっちゃ抜かすけどね私。サワサワではありますね、ねちっこい系女子です。女子そんなもん、亀見てもイライラしないよ、亀はそういうものだから。ありがとうアルティマさん、嬉しい、ありがとうございます。水さん嬉しい、遅刻したらひどい目に遭いそうって。切れたらどうなりますか。めっちゃガーって言うときは本当に噛まないで一言一句めっちゃもう本当に言っちゃうけど、普通にめっちゃ普通の切れぐるぐらいだったら黙ってる、黙ってます基本こういう顔で。あんま聞いてない人の話、そういう時ムカついてきたら人の話聞かなくなっちゃう。怒ると怖くないよ、笑って怒るから、めっちゃムカつくとか言いながら怒っちゃうから。運転したことないけどね。性格はお父さん似だと思います。怖くない、怖く、怒らないからねあんまり。そこはあるわ、怒らない怒らない、そんな怒ることがない
今何時ですか？切れてないっすよ。何時？39分。ということで1時間なのでちょっと男女読みます。13位生八橋さん、12位渡るさん、11位コデランさん、10位がナルベンさん、ナベルンさん、9位がチャーミーさん、そして8位がダッサパンダさん、7位がジョンファンさん、6位が玉木さん、5位がユウさん、4位がユウイチさんでした。ありがとうございます。そしてベスト3が3位がヒデッチングさん、2位がトモタスさん、1位がスマイル師匠さんでした。ありがとうございます。イエーイ、ありがとう、誠意ありがとう。というわけでカモ退治できましたし、今日は分不足、明日の朝はメイク配信をしますので、よかったら皆さんが広めといてください。というわけで今日はこの辺で終わります。来てくださった方ありがとうございました。握手会もお待ちしておりますので、よかったら来てください。あ、チャーミーさん、あ、男女変わっちゃったね。読んだ方がいい？読もうか。いい？大丈夫？いいかな、読もうか。スピンから始まります。大丈夫？ごめんね、男女変わっちゃったけど、最後の最後にチャーミーさん、あ、ベスト3だけ言っとこうか。全部言った方がいいね、だったら。じゃあ言わんとく、読もうか。じゃあ読みます。13位生八橋さん、12位コデランさん、11位渡るさん、10位がダッサーパンダさん、9位がジョンファンさん、8位が玉木さん、7位がユウさん、6位がユイチさん、5位がヒデッチングさん、4位がトモタスさんでした。ありがとうございます。3位がチャーミーさん、2位がナベルンさん、1位がスマイルシソンさんでした。ありがとうございます。という新しいあれになりましたね。9時か10時か、9時から10時の間でしますので、すっぴんから始まります。あーらら。というわけでお時間ある方見に来てください。メイク配信しますので。というわけでバイバーイ。ワンピースは肩出しではございません。バイバーイ、ありがとうございます。よかったら皆さんフォローもよろしくお願いします。バイバーイ。